すごい待ちに待ってた本が出たっあ、ありがとうございます。ていう 感じでですね、それで実は前から一個で特集してます、術後性ということで、で三上明が行で一回ちょっと特集やって、で金谷さんの、ちょっと特集もやって、で本当はちょっと藤井さんの特集を一度ちゃんと組みたいんですけども、その前にちょっとこれが出たもんですから、ちょっと急遽ですね、ここのちょっと確認をさせていただければありがたいなというふうに思っております。で今ちょっと私自身もこれはっきりちょっと私の方のスタンス申し上げますと、松下大三郎と佐久間かなえと、それから三上明、そして金谷武宏と、でそれがちょっと私がイメージしてる術後性の論理に可能性を切り開いた人たちそうとですいね。うふうに見てまして、でそれに対してちょうど山田芳雄の文法がちょうど中間地帯にいてですね、半分表象の体系で半分近代的なその文法といいますかっていうような感じのイメージでちょっと受けてるんですね。それでさらに正直これもはっきり申し上げたいんですけども、時枝正規のその時枝文法が日本語の間違った文法の世界を作ってしまったというふうに言い続けています。でそういう時に、じゃ藤井さんが非常にある意味でちょっと時枝を評価されながら批判的に継承を積極的にされてるんですけども、でも注意深く見るとやっぱり時枝ダメだとおっしゃってるんですけども 僕から見ると、でそこのところは実は日本語の非常に大事なポイントになってるっていう感じを実は受けてます。でそれがちょっとかなり鮮明にこの文法的思学と、それからこの文法的思学の同体のところで出てきてですね、でちょっとこれが一体どういうことなのかをちょっと今日はご確認させていただきながら、まず中身の方の確認をさせていただきながら、ちょっと今言ったような問題点まで波及していければというふうにちょっと考えてます。でちょっと大雑把に見て、私が理解している限りではその自立語と非自立語をまず区別して、そしてその自立語が持ってる意味語と、それから非自立語の機能語というですね、その世界の中でやはり機能語の方の意味を非常に明確に組み立てて提示してくださったと。でこの苦しむ苦しむ、苦しゅ、苦しゅ、苦しむ。苦しむがですね 実に今まで本当に助動詞って何だか、助動詞、もうこれ藤井さんと松下大丈夫にしたって僕もちょっと助動詞っていうふうに申し上げますけど、助動詞の世界が非常に明確に位置づけられてきて鮮明になって、それでその助動詞を定義づけることの中からさらにその、認証の問題で、さらにリズムの問題というですね、っていうところまで敷衍されて、でその前にその「は」と「が」のですね、基本的なところをこう抑えていらっしゃるという感じで、非常に体系的なものが提示されてきたというふうに感じて、おります。でそれからさらにその文法的思学とその動態の方では、助詞の方から全体をですね、もう一度こうつかみ、総合的な文法の体系がこちら側でこうできてきてっていう感じなんですけども、とりあえずちょっとまずこっちの方の文法的思学の方でちょっとお伺いしたいのは、やはりなんでやはり「は」と「が」の問題から始まっちゃうのかっていうようなところがちょっと一点。まあ、そこからちょっとお話ししはい、ていただければと思いますそれをけ率直に言ってね、本当に三上明の特集号を一個で、あれは2006年ど。ええ。ええ。ええ。
もうそれ大変きっかけを与えていただいて、やはり文章化していく必要が自分の中に今まで持っていた、出す必要があるんじゃないかという、大変ありがたいきっかけで、その歯と蛾の問題は、実が取り組んだ問題だしね。で、今度の本も、そこがやっぱり、本をまとめていく上での入り口になったかなというふうに思いますね。で、歯と蛾の話から入っていくっていうかいいかな。これ、ああ、そうですか。藤井さんなりのちょっと見解はをい、もう一そうで回。すね。実の場合には、主客と主題と主語っていう、そのね、3つに分けるっていう、そことても大事なアイデアと思うんですけども、それを、かなり時間かけて私も取り組んできて、で、主客については三上は、確かに英語と日本語で考えると、英語の方はその格好っていうんですかね、整数の一、格との関係がありますから、四角は避けて通れないと。だけど三上がそれに対して、日本語はその、なんとなくそういう四角は、必要ないんだみたいなことも言うんですけど、でも日本語はやはり格助詞、格助詞がでしょ。それからやはり古典の方だと、私古典から入るんですけど、古典の場合は蛾がなくても視覚という形でその言語を掘り出すっていうことをやりますから、視覚抜きにはどの言語も語れないだろうということで、その辺でちょっと三上を批判する入社格みたいなのが一つできた、ノミナティブの問題ですよね。それから主題、マスイムですよね。それは三上の場合は、一番中心になってくるから、それは佐久間から持ち込んできて主題だよっていう、それが三上の一番中心点ですから、それも私は決してノーとは言わないけれども、でも古典からその題目を立てていく、その主題性を持っている派ですよね。それがいくつぐらいあるかっていう、割合でいくと3割ぐらいですよね。だから3割でどこまで言えるのかっていう三上へのややこの違和感が残るわけです。だから7割ぐらいは古典からいけば、もうさまざまな派があって、それを包括的に説明できる何かが欲しいですよね。だから3割で説明している題目、これは佐久間批判にもなるんですけど、それもちょっと私としては待てよっていう形で保留させていただくと。最後に残る主題ですよね。で、主題は三上はもういらんと。主題、あ、主、主語。主語、ごめんなさい、3番目は主語ですね。主語無用論になるんですけども、しかし主語という言葉はどうでもいいや、なくてもいいけれども、その主語という三上が捨てた、しかしそれを私として、やっぱり拾いたいというのかな。現代語で考える日本語のその全体像の古典からいくと、まだ外側にずっと日本語が広がってるわけだから、そこで、その今の言われた非自立語やね、非能語の世界に、実はこの我々が言葉発するこちら側にあるサブジェクトですよね。それは捨てられないのではないかと、拾いたいと。その辺に三上が捨てたサブジェクトは、この本の中では機能語として生き返ってるっていう、そんな見通しになるんじゃないかなと自分で思いますね。ちょっと驚いたのは、その歯のところで、この「には」とか「おば」とか「へは」とかですね、それを歯の領域で全部くくられてますよね。これがちょっと口語的なこと方からするとちょっと驚きだったんですけども、その歯とそのこの関係っていうんですか、この
これそれは どういうものなんですか。うん、あの、まあ、今先ほど3割というのは、残る7割っていうのはね、今のそのオバとかその庭とかこういうのも全部入ってくるんです、だからそれを無視しないでやってみようということで、その、まあ、古典語といっても女児の類は数千年は日本語の中で生き延びるわけだから、現代でも、現代に応用しても構わないわけですよね。何々ではとか、あの、ね、まあ、歯が生きてる皮膚外の中では、もうそれを全部包括的に歯を考えると、まあ、あの、非常にこの強い女児っていうの、その、どこにでも出てきて、この微妙なニュアンスを作ってくれたり、で機能語だから機能的に、あの、全部何かを機能してるわけですよね。だから何々オーバーといった時にはオの後に場をつけて、この、題目では全然ないですよね。だけどオの後にどうして場がいるのっていう、まあ、現代語でもオーバーって言い方は分かる人に分かりますよね。だから1000年や2000年を超えて生きてきたこの場、歯、これをその強さというのかな、それ女児としてこう、ね、生きながらえてきたその生命力みたいなね、あの、歯と蛾の区別というのはよくやりますけども、私の場合は歯と蛾を区別するよりは蛾がある時に蛾の上に、それは強いからね、上に歯が乗っかってきたら蛾を泣き物にするというのか、どうでもよくしてしまうような、その歯の強さを蛾との関係では特に述べてみたかったってありますね。他の蛾以外は、あの、音と歯が同時に、あの、使われたり、二と歯が一緒に並んで使われたりっていう、まあ、それ一つ面白いので、この本では一応全部取り上げてみたんですけど、はい、あの、と言いますのは、やっぱりその歯が論争っていうのは非常にちょっと不毛だっていう感じが、はい、してまして、それで、あ、その時このオバとはニワとかですね、こういった形で歯を、あの、非常に広く掴むっていうことから歯の問題を考えるっていうふうにすればいいんだなっていうことが一つ非常に大きなヒントになったのと、でそれを あんまりちょっとそこのところ行きたくないんですけど、やっぱり行っちゃうんですけどあの、つまりその日本語に主語がないというですね、で つまり別な言い方をすると、主体とか主語という概念空間を無意識に持ってると、その日本語ってつかめないんじゃないかというですね、でそれは、あの、別な言い方をすると、述語の、主語のない述語の概念空間と、その主という形で設定される概念空間は全然別なものなんだというですね、というふうにな領域を僕は実は藤井さんは開いているんだというふうに見るんですよね。でというのは、つまり主語と述語があるって、これをペアにしちゃうのは主語の概念空間の論理の発想で、主はないんだっていうですね、こちらの全然別な概念空間というのがあって、これを要するに決定しているのが助動詞であり助詞であり、その助動詞と助詞とそのくっついている活用の世界だっていうふうにやっぱり見るんですよ、はい、だけどこっちの主語の論理はどういうことになるかっていうと、そのフランス語もスペイン語もそうですけど、その認証によって動詞が変化してくると、これは主語の論理の概念の一番基本で、はい、それに対して
述語の側のその論理は認証によって動詞は変化しない、でむしろ助動詞との関係で動詞が変化してくるというですね、これはもう概念空間が全然別なんだということを僕は藤井さんから学んだつもりでいたんですけども、ここのところはですね、非常に僕決定的なちょっとことがあって、でその時にもうこの「は」をその「おは」とか「とは」とか「には」っていうふうにやるっていうふうに見るっていうことは、こちらの述語性の概念空間の場を設定したというふうに見るんですね。でその「は」と「が」をどうのこうのっていじくり回すのは、主語の概念空間にとらわれてる論理がそれをやってるというふうに見るんですよ。でそうすると、歯は視覚保護ではないということになってくるんですけど結構大事なところで大事なとこすごいで、本当に山本さんとしてね、そこまで、やばい考えられたり読み取ったりされてるのは、私ずっとね、かなり一緒になやってきたこともあって、今の言われたところで、ほぼその通りだというとともに、多少この一つねじれというのかな、考えをもう少しこうひとひねりすると出てくる問題がもう一つあるような気がします。で、まとめてくださった通りで、主語のある空間って山本さん言ったんだけど、それは私の言葉に言い換えれば、やはり視覚の世界だとのみになっているような、文法的に言うとね、の世界ではあろうと思います。だからそれは論理的構造を持って、例えば論文を書いたり、伝達したりするときに必要な論理的な空間ですよね。で、そこで山本さんはそれに対応する、もしこちら側に述語性というのを持ってこられるんだけど、でも述語の中にも助字や助動詞は必要ですよね。逆で助詞や助動詞が述語性の論理世界の要、だよね。で主語の側はそれは要にはならない。というのはそもそものきっかけはですね、藤井さんも「源氏物語」を英訳した時の「何々人来たりて」と。でこれを複数形か単数形かっていう英訳者のネイティブな人が訪ねてきて、藤井さんは間髪入れず複数でありかつ単数だと おっしゃって、でアメリカ人の方はそんなバカな話はありえないと いうですね、これが一番最初のきっかけなんですよ。でその時に、あれ日本語って主語複数と単数の区別を必要としない。でも主語の論理からすると、彼が言ったように絶対そんなことありえないっていう でも日本語からするとそれは複数でありかつ単数なんだっていうんですね。でさらにその次に衝撃的だったのは時制がない、で現在形で「源氏物語」全部書かれてるっていう藤井さんのですね、これも衝撃的で、えということは過去形っていう、冷静に考えてみると過去形ないんですよ。なんて言いますか、その日本語の中に。でちょっと過去の問題はまた助動詞でちょっと別になりますけども、単純に「他」を過去と言えないようなですねケースが出てきたりとかっていうんで、あれ述語性の論理は時の論時を要するに中心にしない概念だというふうに気づいたんです。これで主語性は時をきちんと峻別しなきゃいけない。そうすると主語性の側の人たちは主体を決めなければいけない、時を決めなければいけないっていう、そこの厳密論理が主語性の論理の中で西洋哲学の中で近代に進行していったと。だけど日本語の方はその論理性とは全然別な論理構造をずっと持ってたっていうふうに見ていくんですね。でこの世界を実は藤井
文法的思学は切り開いたんだというのがこちら側の位置づけなんですよ。うん、でと言いますのはノミネイティブはやっぱり主じゃないんですよ。名付ける方ノミネートだから、うん、ノミネートするだから、うん、この中からこれをノミネートしてし引っ張り出して資格であるかのようにするのがノミネート、うん、でこれは実はその西田喜太郎の述語性から主語が出てくるというですね。でこれがノミネーティブなんです、うん、だからだけど西洋の論理はノミネーティブはもうサブジェクトだという形でもう先に立ててくる。だけど昔サブジェクトは逆だったんですよ。主だったんですよ、主じゃなかった、はい、でそれは近代の中で主になった、うん、でそうすると死後に動詞を合わせなきゃいけないっていうロジックを必要としてあのいくわけですけど、日本語は助動詞の側からそれが行為が決定されているということに、き蹴りの方から、うん、その動詞の行為、さらにはそれのノミネーティブな行為者が決まってくると、うん、逆になると思うんですけど、うん、でこれがクルスムの体系のロジックで、そこをそうしてないとクルスムの体系にならないと思うんですよ。今までの助動詞の分類のわけのわからない世界で、あごちゃごちゃいじくって、でも藤井さんのクルスムであればこんなに助動詞ってメーカーなのかっていうぐらいすっきりと体系立ってますよね、うん、でこれはもうあの私の言い方だと述語的助動詞体系がクルスム体系によって明確になったと、うん、ここに位置づくんですよ、うん、そうですね。山本さんの位置づけとしては、そうなっていくかなという、その大枠のところでね、あのそんなに違ってるわけではなくて、もう日本語から考えていって、その述語が必要だ、まあ今西田の名前が出たけども、こう述語書くっていうのかな、述語のがからこう、まあ、なんかこう始めるというのかな、それはあのその通りだと思うんですね。で私としてあのそんなにヨーロッパ語、英語やフランス語と日本語とはその違いはあるけれども、でもその言語としてはどこかで共通な何かがあって、それをその複数の言語の中でこう対応させたり、あの特色を見つけることで言語とは何かの問題に行きたいとは思うんですよね。だからその述語性と言われたのは、あのその第三世です。 でも同時にそれはちょっとちらっと先ほど言ったけれども、その述語性はその助詞や助動詞で支えているとしたら、その今さっき主語性と言われた視覚の世界もまず拡張詞があるし、それに例えば助詞で言えば副助詞や係助詞もついてくるし、それから助動詞もそのいきなり助動詞がついてくる場合もいくつもあるし、というふうにして助詞や助動詞っていう機能語が主語性にも出てくるし、述語性のとこにも出てくるっていう、これどうしようかって問題はちょっとひとひねり必要があるんじゃないかなって感じは今お話伺っててね、はい、するんですけれども、すごいですね。その A 詞から B 詞、うん、
そして C 字の1と2ですよね。で、その構文論は、今まで見た構文論で一番明快なんですよ。それで、まさにその A 氏のその自律語的な世界に対して B 氏の動態胴体。のしが出てきて、それでその C の字のですね、その1の助字と C 字の助動詞という構成で、それが何が何で何だっていう名詞文、何が何であるどうだっていう形容詞、それから何がどうするの動詞文とか、名詞形容詞動詞文ですよね。これ3つになってきて、でそこをさらに藤井さんが、ここで明快にされてるのは、活用形が全部助動詞との関係で構成されてるんであって、活用を活用として分離するという仕方をここでやっぱり取ってらっしゃらない。で、これは述語論理なんですよ、僕からやると。だけど活用は主語に従属するんだっていうのは、これは主語性の論理なんです。で、活用はあるというのが共通なんです。だから活用はある、動詞は活用する。だけどその活用の仕方の組み立て方が助動詞で決まるのか主語で決まるのかの違いで、主語性言語と述語性言語は違うと、こういうふうになる。そうですね。活用はね、日本語も活用、つまり動詞や助動詞の世界で見事に活用を持ってる言語ですよね。で、世界には活用を持たない言語もいくらもある、アイヌ語とか。それから、活用が大発達を遂げてると認識されていて、活用をいろいろ覚えたり勉強することが語学だと考えられてる、欧米的な言語もあるっていう。そうすると、合わせて活用とは何かという時に、これは先ほど言った山田よしおがぶつかった問題ですけど、まさにそれは活用だというのか、つまり活用語尾と考えるのか、それとも何かこの接尾語がくっついてるって考えるのか、それによってその活用のあるなしっていうのはどちらでもいいというと怒られるけど、つまり超えられるわけですよね。だから活用の問題、あんまり私は重視しないで突破したいんですそうでけしど、ょ。っていうのは、つまりそこでその語尾があるなんていうことは無意味だっていうふうに僕はおっしゃってると思うんですけどね。で、それが述語性の論理なんです。だけど主語性は、語尾は屈折する上でも絶対的に大事なんだというのが主語性の側の論理なんです。で、これつまりどうしてかというと、僕はもう非常に語学がベタなんで、ね、それでフランス語の活用なんて全然覚える気にならない。面倒くさいから全部不定法でやっちゃうんですよ。何語？不定法で、つまり変あ、化しない不定法で、不定法で、通じるんですよ、ちゃんと。だからパンサールもスペイン語読みでペンサールって言っちゃうんですけど、ジュがパンサールでもあるし、あなたがパンサールでもいいんだってちゃんと通じるんですね。つまり活用なしにとりあえず意味は向こうに伝達できる。だけどスペイン語の場合ですと、もう今度は逆に自覚せずに必要な語の活用ができちゃうんですよ。で、英語だとないじゃないですか、今度は逆に。三人称単数があるだけで。で、これ一体何なんだというふうに考えた場合に、述語性的言語は活用というものがあるけれども、活用というものにそんなに重きを置かない。で、むしろ助動詞の変化が非常にいろんな意味をもたらすと。
だから行く、それが行きなのか行かないのか、行くだろうなのかは動詞が決めるんじゃなくて助動詞が決めてる。これ述語言語だから。述語言語だからね。だけど主語言語は愛か、あの受か、とか、ぶぶか、うぶか、ぬかとかですね、っていう主語の側がその動詞の変化を決めてくる。うん、それはね、あのだから主語というかその主格の持ってる性格、ええ、つまり格助詞というのもたくさんありますね、ええ、日本語で言うと欧米には格助詞はないわけだから、それ大きな日本語の特色ですね、ええええ、だからその格助詞の性格というふうに考えればいいんじゃないかな、ええ、それに対してその述語性というのは本当にその特に助動詞が一つ一つ機能してくれて、なんか言わんとするそのこの思いを含めた意思やをその情感をとにかく伝えようと必死になるって、これ助動詞の仕事だっていうと本当にそうだと思いますね。だからその性格とか仕事って言い方今私しましたけど、そういう形で両方から両方っていうのはつまり主語から主語性からも述語性からもその助詞や助動詞はこう攻め入ったり、うん、この何かこの増殖したりなんか働くんじゃないのかな、うん、で その時に、うん、その書くもですね、うん、ケースですよね。ケース、だからケースを書くって訳すことがもう疑問なんですよね、こちら、うん、だからやっぱりケースは 場合だから、うん、の書くではなくてのという場合、うん、と書くではなくてとという場合で、だからそういう場合に応じてのがなったりへになったりとになったりになったりっていうのがケース でそれを書くとしたからいろんな間違いが起きてるんじゃないかっていう感じがするんですよね。うん、それその日本語のその述語ってそのタームのね、述語のことっていうのは本当に絶えず悩ましい問題で、だから私は絶えずその傍らにね、まあ、書くという時もケースっていう傍らにその述語タームを置いて、まあ、両方から立ち上ってくる、そうですね、だから場合という言い方をね、することも決して反対しないので、うん、まあ、述語タームだから、まあ、まあ逆に言えばどうでもいいやっていうことではあるんですよね。だから画角とか尾角とか屁角という言い方を私この本の中でしてみたり、書くという言葉を使う、まあ、それは一応その言語学っていうのは欧米の言語学のフレームでできているので、それと別の立てるよりは使えるところはフレームは使いたいってことで、まあ、仮に書くという言葉を使いますけど、だからまあ主格だけですよね、必要なのはね。だからそれをあと分類して「を書く」「へ書く」「にも」「にも書く」で、まあ、あとは曖昧などこに入るかわからないような「より」とか「にて」とか、その曖昧領域がたくさん出てきますよね。だから一応フレームからすれば書くかどうかで自分の中では議論しますけど、でもその曖昧領域どうしようっていう、だから、まあ、残しておこうってこともありますしね。それからそのさっきの苦しもさん四角形の前後に助詞のね
三角形の2つ並べるの最近まあ作ってみましたけども、そういうのもそのボーダーラインとかその移行するところにあるプリントを作ってからこれ同じですけどこれですよね。だからやはりこの間に維持するような常時があってもいいわけだから、だからこれもターンもいろいろ作り出したけど、これでなくても構わないわけですね、言語ですから。これがですね、僕のその術語論理タイプにぴったりだと思うんですよ。でっていうのは格助字はこれ術語関係なんですよね。それで係助字はそのままでいいと。で終助字はその藤井さんが言ってるように絶対これ現前形、現前形、現前形、はい、現前形、もう終助字じゃなくて現前字、現前字の方が絶対ってもうだと思いますし、で副助字は術語的心の向かい、はい、それは藤井さんがこれ感動的、感動に関係するものだっていうふうにおっしゃられたところからヒントを得てそうなったんです。で接続助字はこれは術語をつなぐ 術形、はい、で、はい、関係とそれから心の傾向とそれから現前形とでそしてそれをつないでいく、それが術語の体系のベース で、うん、でこれを苦しむ四角形がピチッと押さえると、うん、で A 氏と B 氏がそこに位置づくというですね、これが術語論だよという、で藤井さん今日ちょっと今お話聞いてて分かったのは、あ藤井さんって山田文法的に位置にいるのかなっていうふうにちょっと思っちゃったんですけども、つまり主語的なものと術語的なものの両方の領域を背負われて両方でどっち引くかお前たち決めるみたいなんですね。うん、なんか あそこで文語と口語との関係の中での文語の側からあそういうふうに位置づけてくれたのがこの本なのかなっていうのをちょっとお話を伺いながらそう感じたんですけども。そうですね、まあ、山田ともなんかある時期格闘したことがあって、まあ、この本でも山田についていくらか言及はしてて、彼が持ってる二元的構造ですよね、何か伝統文法から何かも持ってくるときしたことと、彼が欧米的な言語から学んださまざまな言語学的な知識と、あの日本文法論という大きな本でやってましたね、やってますけどな、めちゃくちゃですよね。ただそれが本当にくっつくわけないの、なんか特殊なボンドで合体させたわけですから、ちょっと分け入ってみれば山田のあの本の中身はもう本当に二元的というのか、もう例えば助詞と助動詞もそれでは扱いが違うし、それから一応ナショナリストとしては日本語に何か分け入って日本語は大変な言語だっていう言ってる一方で、その説明の仕方はもう何か欧米 あのスイートとかそういうのをまあただひたすら持ち込んで説明してるだけだしね。だからそういう人間的な構造が山田の特色というか弱点というか、それはまさにその通りだと思うんですよね。だからまあちょっと同意するのはどうかと思うけど、でも私がやはり日本語から立ち上げながら欧米的な言語のフレームも大切だと考えているのが、二元的でこれ分裂してるよ山田だよっていうふうに その山本さんが読んだとしたら悔しいけど、それは
やはり宿命として、たかだか近代100年で、その間に松下とか、まあ、私にとっては時枝だとか、そういった連中がやっぱり取り組んで、もうその人間的な構造は決して克服されてない段階だっていうのは、それはそうだと思いますけど。いや、そうじゃなくてですね、同意しますけど。僕はあの、うん、山田の日本文法を読んでてびっくりしたんですよ。だから最初はもう適当に処理しようと思ったんだけども、こんなに矛盾と問題点をですね、ギャーッと持ち込んでて、それでそこに素直にその問題が全部浮上してくる。ところが時枝はこれを全部論理の世界で秩序立てて論理化して、うん、言説体系を要するに構築したわけですね、うん、で構築した時に私から見るともう見事な嘘800の世界が、うん、完璧な論述体系として出来上がっちゃう、うん、であれこれ山田の方が正しいよというですね、で山田批判のにする時計だがもうなんて言いますか、チンプリンにしか見えなくなってくるんですよ、うん、逆に、うんうん、でつまりどういうことかというと、あの藤井さんがこれだけの古典をちゃんと抱えて、その抱え込んだ上でこのわけのわからないっていうのがデタラメな文法体系の蓄積をきちんと一定程度踏まえながら、それを整理して提示した時にですね、両方の問題点を多分全部抱え込まれたんだなって感じがしたんです。うん、で藤井さんっていう老頭によってそれが非常にぐちゃぐちゃだったのが、なんかスーッとこうなんかろ過されて、そんな余計なことを考えることもない、ここのところのポイントだけ考えればいいんだよっていうようなところが、なんか明快に出てきたっていう、うん、そんな感じなんですよ、はい、だから山田文法と同じだってじゃなくて山田文法が浄化されて全然別な深い次元で藤井さんによって提示されたと、うん、でここから別な言い方をすると、僕は本格的な日本文法論が始まるんだと思うんですけども、やっとそれが体系的に提示されたはいっていう感じなんです、うん、時枝元木っていうの、まあ、私もずっと取り組んできて、まあとまあ、時にはね、世の中のアンチ時枝の、もうこの50年っていうのかな、下手に時枝の名前を出すと袋叩きになるような、そういう時代がずっとあったので、まあ非常に時枝の名前を出すのがなかなか難しい時もずっとあったわけですね。でだから時枝の学んで何が学べるかっていうのは、そのアンチ東大、アンチ時枝のその嵐の中で、まあ、救い取れるものは救っていきたいっていう、その念願はずっとあったわけですね。で今、まあ、今のやっぱり人の感想っていうのかな、まあ、まあ時計だとにかく追い抜きた、だから例えばマラソンでいうとずっといわば時計の背中が見えてたわけですね、私にとってはね、うん、縦にこういうふうにこう、うん、マラソンで走っててある時、それから背中をつかむ捉えた、でだんだん近づいてってどこかで並ぶ瞬間は非常にこのドキドキして時間が凝縮する時があるんじゃないかと、まあ、それが私の時計だ論を書いてたさなかじゃないかと思うんですけど、まあ、それでどこかでハッと気が付いたら時計さん後ろ行っちゃってるという感じでね、で振り返って時枝さん、あんた何やってきたのっていう、まあ、非難じゃないですよ、やっぱり大変恩恵は感じてるから、でそれで見るとやっぱり時枝さんは学校文法ですよね、うん、そうですね、はい、だからその学校文法と時枝文法とは対立するように私ずっとまず最初は思って、うんうん、まあ、学校文法、私もまあ国語教育関係随分入れ込んだから、学校文法とは何か、学校文法の高校生をいじめたりしてるかわいそうな
学文法を何とかしたいって思いがずっと来て、まあ、それを解決するのが時枝ではないかなとか思っていたけども、確かに学文法を修正する、うん、時枝がそのつまり伝統的な文法に乗ることによって学文法のその、批判をできるところまでやったっていう、まあ、それが大変最近よく見えてきて、うん、だから時枝文法と学校文法との一つの修正点みたいなのをこう明らかにしていけば、そのあたりはもう乗り越えられるっていうのかな、うん、ちょっとマラソンで言えば後ろ行っちゃったという感じはいたしますね、それに対して山田とかあるいは松下とかね、まあ確かに言われるってみればまだ背中が見えてる段階かもしれませんね。いやいや、マラソンで言うと、我々が私だけじゃなしに、多くの人にとってもう時計様いくらでも例を出す場合なんですけど、もう藤井さんも指摘されてるその対象語学とかですね、もう、それはその論理側からするとちょっといい加減なことやめてよっていうですね、で藤井さんもそれはちゃんと丁寧にその藤井さんの文法的なあるいはその文芸的なあれから丁寧にこう批判されてるんですけども、そういうなんていうのかな、論理の組み立てから言っちゃいますとね、その論理の一般性を立てる達人なんですよ、あの時計だっていうのは、だから差異だとか反復だとかっていう世界を非常に抽象化して、ある主体と、単純に言えば主体と客体の世界にスポーンと入れて、でその論理一般性を普遍であるかのようにその偽装できるですね、ある意味ではものすごい優等生です。でもそれは嘘だよという、はっきり言って、でこれはなんかその外部のものから見たロジックの組み立てなんですね。でそれに対して藤井さんすごい丁寧にお付き合いしながらそこのところちゃんとこう乗り越えられて、もう明確にもうここで時計で批判みたいなものっていうのはこの地平は全部出ちゃったと思うんですけども、その時にそこでちょっと今言った引きずられている それが資格の実は問題で、でそこのところだけど藤井さんは気づいちゃったのはどこで気づいてるかっていうと認証のところで気づかれちゃう、でそこで認証が立たないから第四認証物語の中のうわ一人称は一体誰かっていうですね、そうするとこれ第四認証かゼロ認証かっていう形で提示されてるところにすごくそこはっきり出てる来てるっていうふうに思うんですよね、でこれやっぱり藤井さんでなければこれ多分明示できなかったろうっていうもので、でそこ別な言い方ちょっとまたしちゃいますと、四合性の論理はすごく単純なんですよ。語られたことのそこに中における主体と語ってる主体が一致しなければいけないっていう論理なんですよ、四合性の方は、だからそうでないとそれは嘘の話になっちゃうんですね。だけど述語性はそうではなくて、そこに認証を入れちゃって認証の側から語らせてこれが行ったり来たりするというですね、でその読み手と語り手とのこういろんな相互関係が起きてくるっていう述語表象を可能にするっていうふうに見るんです。はい、認証のね、考え方っていうのはやはり、どこかで突破口として私必要だったんで導入したことは確かにそうですよね、ヒントはアイヌ語の四人称になるの で先ほどちらっと言ったようにアイヌ語が逆にその活用を持たない言語で、活用を持たないから
どうかっていうと、でも考え方によっては、その動詞、活用のない動詞に認証をくっつけるわけですよね。とこれ活用じゃないかって言えば、例えばアイヌ語学の方はね、それは言われてみればそれは活用かもしれないっていう、その認証を持つことで活用になってるっていう考え方もできるわけですよ。だからその活用の問題と認証の問題って欧米でも同じ問題でしょ、表裏の問題でしょ。アイヌ語でもやはりその問題が出てくるから、おそらく日本語でそれ考える普遍性はある、普遍性っていうか考える有効、有用性、何、効用なんかあるんじゃないかっていう、まあ、そこまでは何とか言えたと思いますね。あの、これもですね、あの一番そこに取り組んでるのは西洋ですとバンベニストなんですよ。バンベニスト、だからその私とあなた、私とあなたとのところは認証だと。だけど第三人称は認証じゃない、で、その時に、その私とあなたっていうのはサブジェクト間の、コーリレーションだと。だけど私と彼とのあれはパーソナリティの、そのコーリレーションだ。でだから主体と認証との関係の違いを識別してるんですよね、バンベニストは、でそれはさらに何を意味するかっていうと、あの主体というものをその言語的に、その西洋言語は西洋言語としても持っちゃってますから、それを設定するときに認証という次元をちゃんと主体という次元から切り離して、認証という言語体系世界を客観化しないと物が成り立たないんだということのかなり自覚だと思うんですよね。だけどその認証みたいなもののその世界を、その藤井さんはここで源氏物語の、いや物語の中の語り手というか見ての世界で掴んでらっしゃってて、でそれは今言ったように、あの主体の問題ではない、認証間の非常に複雑な術語的表現の世界の問題なんだと、いうふうになるんですかね。そうですね、まあ、まあ欧米の言語学の方っていうのは、その、つまり欧米の言語の一人称、二人称、三人称だから大変それを乗り越えたり、はっと何か認証のものに気が付くまでに大変苦労されたと思うんですね。だからその点バンベニストは偉いなと思います。でも一人称と三人称が完全に分かれてるとか、あるいは三人称と認証ないんだっていう言語は世界にはごく当たり前 で、ね、その中でこの言語体系をやってる人とか、もしそ のつまり三人称は認証でないっていう言語の中で生まれた言語学者がとってはごく当たり前のことですよね。だからの欧米のフレームを使うけれども、でもあんまり縛られることないから、欧米の言語でもうそれ無理だったらもうそれはやめようとかね、もうアイヌ語でやろうとか、いうふうにちょっと欧米の言語学のフレームを我々逸脱してもいいんじゃないかっていうことはありますよね。で その時に、これもすごい気になったんですけど、やっぱりそのゼロ認証っていうのがですね、はい、第4認証あたりまではこう分かるんですけど、ゼロ認証ってくるとウィーさん、何をつかもうとされたのかなって。そうですね、だから、はい、そこは特に別に 山本さんと論争点になるわけではないんですけれども、ただその今「源氏物語」と言われたり「万葉集」というようなその古典的なその日本語の広がりね、まあだから
教示的な広がりも大事だけど、言語っていうのは通じ的に、まあ、日本語で言うと2000年ぐらいは、あと想像の範囲内でいけば3000年ぐらいまでは、まあ、日本語だっただろうと考えると、なんかこのちょっとこのもうぼんやりとこの薄暗がりの奥に日本語のエリアは裾野のようにずっと広がってるわけですよね。で、そのなんか闇の中からだんだん言語が明るみに出てきたり、なんかクリアになってくるって、もう言語学者にとってだけじゃなしに、縄文時代人、弥生時代人、古典入ってきて現代みたいな中で、まあ、言語はだんだんこの何か文法化していくっていうプロセスがあると思うんですけど、その元になってるなんかその大きな広がりの中では、何かあえて名前をつければゼロ認証的なのが広がってて、それを今の文法体系で普通は無視するけども、でも先ほどの助詞や助動詞を支えている相手が、それが私にとってサブジェクトだと思うんですけど、サブジェクト的そ世れがサ界、ブジェクトじゃなくて述語なんです。いやだからそれ一緒にすれば論争にはなんなくて、むしろ共通点になっていくと思うんですよね。もう論争じゃなくて、だって僕藤井さんのこれ読んで、これ述語論ですもん。だから主語論じゃないんですもいや、そうでん。す。だからそこのゼロ認証とおっしゃられているところが、まさに認証ではないその舞台なんですよ。それが述語の舞台なんですよ。でそれが主語の舞台になってくると、認証がひょこ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 顔出し始める。いや、だから述語的世界っていうのを山本さん最初からずっとおっしゃってるしね、西田を視野に入れた時もそうだしね、それこ今の、まあ、述語性という形でまとめられていったプロセスっていうのは私も大変よく納得して、そういう前提でね申し上げるんですけど、ただ日本語の広がりどうしようかなみたいな、例えば時枝なんか本当にさっき言われた通りで、あまりテクスト読んでないですよね。自分都合のいいテクストで織りなして時枝言語学ってできていくわけですから、だから実際にはこの事例はどうなの、この用例はどうなの、でこの用例は普通はなんか論理的に言ってるように見えるけど、実はそのなんか非常にこう情的な感じでちょっと別のことをこの人を言おうとしてるんじゃないかなって、物語の中の主人公たちね、そういうわけのわからなさみたいなのは、まあ文法としてあんまり切り捨てずにやっぱり拾えるだけ拾うとかね、そうするとこのわけのわからなさはゼロ認証のようなのを導入するとか。こう述語表とかですね 述語的概念としてぜひも語ってほしいって感じなんですよ。つまりゼロってやるとやっぱり客体化されるんちゃうんですそれはそうですよよ。ね。なんとか客体化しようとしてだから藤井さんのロジックは客体化のロジックじゃないんでする。それはよ。ね。わ かりますけど。で客体化した時にもう失われちゃうぞっていうことをずっと警告としてされてる。それはテクストの中でしか生きられ生きないてわしけまだうんですから、よ。テまクさストに、の外に出たら死んじゃうわけですかそらうですね、よ。助詞もで助しょ、動詞も。それが、だから述語的世界から外に出たら言語なんて死んじゃうぞっ死ぬていぞ。うか、こっちの話なんもですよ。で、それが主語的言語う。なり、客観化言語の言語がなんか科学的に解明されるみたいなね、その西洋的ロジックなんです。だけど藤井さんもダメだとこいや、言ってることは同 じですええ、よ、それはまさに。でその中でこの苦しむ苦しむ四辺形。四辺形のこれがもう本当要だと思いますので、ちょっとこれがなぜ四辺形とこっち立体形とのちょっとこの関係が
スーツカメだったんですけども、ここのところもうちょっと当人からご説明していただける。いや、だってこの立体系で描いても、描いてたって、でもこれ描いたかといってこうやって見たらぺちゃんこでしょ、だから、あ、そうですだからどうしようかなと思うんで2つを それが術後性ですよ、はい、だから客観化すると四面体と視神経違うけども、こう見たら同じでしょっていうのが術後性です。こうやって見ましょうよっていう。あ、そうなんですよ。だからやっぱり術後体験なんですよ、はい、これ。で、まあでもなんかまあ仮の姿ではあってね、この縦にもなんか線が欲しいけど何も書いてないわけですよね。だこの縦の線は実は何か3つか4つぐらいあの補助線を入れて、なんかもっと複雑になるのではないかとか。トポロジックになるんじゃないですかね。だからこの私はできませんが、例えばこれをこれでもいいけど、このこうなんかこの動画というのかね、あの CG のような感じにしてコンピューターグラフィックなんかにしてね、こういうのをこの例えば教材でもいいや作ってみて、で例えばこれをくるくるくるっと回したりね、で水量的な考えになっている時は水量が前面に出てくる、くるっとこう、それからとかね、このくるくる回るようなコンピューターグラフィックみたいなのを作れないかなとかね、売りかもおかしいや、これ絶対ですよ。だからそういうあの肯定しているのではなくて、頭の中に誰もが持ってて、これ日本語ネイティブだけじゃなしに欧米の人でも、あらゆる言語が自分たちのこれを持ってると思うんですよね。でここで脳の中でこれがくるくるっと回って、例えばその山本さんが今日本語ネイティブではなくて、例えばアラビア語のネイティブだったとしても、山本さんの中にこれくるくるっとかってこうやってくるくるっとだと話ができるっていうね。あのこう言語は違っても、なんか人類としての共通な何者かをこう示し合うことで、まあ残念だけど、例えばそれは英語という一つのあの国際語でやるかもしれないけど、でも英語を持ってそのアラビア語と日本語が話をする時でも、一瞬その翻訳システムを使って、翻訳システムを使ってそのここにあの2人の間で大きなこの苦しむ支援系ができて、それをくるくる回しながら喋ってるとかね、いうような何かそういう言語システムじゃないな。なんかまあこれはだからそういう遊び遊びというか、言語のちょっとしたあのこういう一瞬こうやって見せたけど、別の見せ方もあると思いますよね。で非常にこのあれじゃないですか、そのあるという、ちょっと未だにちょっと僕もあるんですけど、ある種のその現前的状態っていうんですか、はい、現前的状態、でそれがそのある種水量的な領域にこう入って、はい、それでその時制がなくて気という過去が出てくるって、これはちょっともうちょっとどういうふうに考えるんですか。はい、気がね一番上に持ってきて、これはだから日本語の助動詞を使って活用があると考えれば、私は過去でいいと思うんですね。だから過去は気を使えばあると。ただ英語のようにその活用形というか活用変化ではないから、付加するわけですよね。だから付加しているかしていないかの差は大きいと思うんですよ。気を使う使わないによって協調性とか積極性が過去に出てくるっていうことはあると思うんです。
だから木は一応大事な助動詞で、で左側に原然形としてのありを持ってくると。それから単にその模式的にこうなってるだけではなくて、音韻的に言えるっていうのが私の言いたいことですね。ああ、そうですね。だから木にこの音韻が成り立つためには、木に電用形を認めなきゃいけないっていうネックがあるんですよ。は古文で言うと電用形。ちょっと見せてください。ここです、ここ。木を上に左側に理ね、理とありを同じで、でその間にけりを持っていくと、木ありでけりっていう、いやっていうのは音韻的な絵になりますので、なんか音韻的にけりが出てくるっていうのは、いいのではないか。ただその場合にありと連合するためには、まあ学校文法的に言うと連用形、つまり用言に連用する。だけど木に普通連用形はないことになってるんです、学校文法でね。だから木丸 なんだっけ こう、あ、じゃあね、正丸木石鹿とかいうようなパラダイムになってるんですけども、でもそれは木、その丸じゃなくて、丸ってないという意味ですけど、ないんじゃなくて、木という連用形を認めればその突破できることですよね。だからまあ活用形を動かすという面白さも出てくると思いますね。というふうにすると、右のケム、下のラシ、それから真ん中のラムとか、音韻的に説明できるので、ああこれ面白いなと思いました。ただ私は国語学者じゃないし、こういうのを作り出す構造主義者でもないから、やはり木とありとないの、この斜めの線で実際にテキストを読んでいく中で考えるわけですね。この一本のラインで1年かかりましたね。まあ1年ぐらいでって言うとおかしいけど、だから 1本ずつ、1年ずつかけて確かめていったというか、だからまあかなり自信があるというのか、いい加減ではなくて裏を取ってるというつもりでおります。で難しいのが右下の「べし」でね。で「べし」は右が水量系の「む」「あむ」「む」、下が「足」だから、誰もいきなり気が付くのはここに「まし」を入れるっていう。「まし」っていうのは現代語でも「そうすまい」「まい」っていう形で残ってますよね。だけど「まし」という助動詞はそれこそ木の加工系のっていうのは「しか」っていうパラダイムになるんですけども、マーシのやはり以前形が「マシカ」でね、同じ形なんですよね。だからここに「マシ」を入れることができない。最初入れてたんですよ、実は簡単に。だって「ム」と「アシ」だから「マシ」でしょ思うでしょ。だから「マシ」を入れてたことあるんです、そういう図を作ったこともあるんだけど、意外と最近までね。だけどやはりおかしい。マシはその過去を持ち込んでいる、まあ、仮定していく時の。でこれは欧米の言語でも全部仮定的な過去を使いますよね。日本語も同じことで。だからここが最後のネックでしたね。べしを入れました。で通ったっていう。これでくるくるいくら回しても、どこから見ても大丈夫だよっていう。実は弱点はちょっとここでは言えないけど、自分では気が付いてる弱そうです点か。はあるんですけどね、それはまたゆっくり
考えようということで、はい、切れていかないといやだから次の世代にバトンタッチすればいいわけだからでこちらのこのアリを中心としたこの放射状のこれは何なんですか。これはあのまた要するにこう書き換えたのに過ぎないって言えば過ぎないんですが、はい、アリを中心にして、FB ってまあ Facebook なんですけど、こう動かしアリを中心に動かしていくと、タコ足で右の絵はタコですけど、タコの足になって8本足が出てきて、全部アリとくっつくっていうのが、先ほどの上で言うと木とアリの間に蹴りが入りますね。同じことが右から回る時計回り言うと図でしょ、つでしょ、くでしょ、からぬかつなまっていう、この8種類の、なんか言葉こういうのの元になるような何かっていうのかな、出来上がってる字や助動詞よりもう一つ前のなんかその作る材料みたいな、なんかそれとありとこういう感じでこういう形でどんどん結びつくんだよっていう、なんかこのフェイスブックがまたなんか他の部分を中心に持っていけばまた広がっていくし、だから機能語というのは孤立しているのではなくて、いつでもその隣り合わせで機能するっていう、そういうことじゃないかなと、まあ、そんな絵にしてみました。で、ですからもう私の方はもうある意味で藤井さんをベースにして勝手に術語理論をどんどん作っちゃったんですけど、それで私は私ですけど、さらにその発展系とかね、もっと度肝を抜くような新たな何か出てきていいじゃないですか。だってそう、言語はまだまだこれからでしょ、と思いますね。だから、私なんか日本語ネイティブで、ですけど山本さんなんか広い言語をね、広いところから見ておられるから、やはり私もだから日本語とアイヌ語、まあ、朝鮮語少しね、それからまあ沖縄語とか、まあ、身近なところで宿泊してる段階で、欧米の言語は、まあ、覗き見る程度でやはり非常に不得意ですよね。だからあるいは金谷さんのような意見が出てくれば耳を傾けますし、これからも出てくる新しい考え方が特に若手の方から出てきたらね、それは耳を傾けていきたいと思ってます。文法が文法として分節化されて、そこでまあ品質だ単語だっていう、その文法的な言説世界と言語 の、 理論世界っていうのは全然僕は別だと思うんですよね。でその時に文法言説がほとんど特にもう学校文法なんてなんか ひどいような状態だというふうに思うんですけども、それが言語理論とその文法理論との関係取りのところで時計座的に変なのが出てしまったと、でそこにやっと藤井さん の、 その文法まで射程に入れたまさに文法的私学ですよね、この言語理論の側に吸収できる側から見た文法の整理がやっとこうすっきり見えてきて、でそれがしかもこの苦しむですね、苦しむこの核がそこにポンと座ったっていう感じなんですよね。でそうすると今度次の問題なんですけども、そうすると自立語が概念を持つっていうふうになるけど本当にそうだろうかっ
っていうところ入ってくるんですよ。だからやっぱり自立語もその字と結びついて初めて概念が決まってくると。だから山だら山っていうのは文字があるだけで、だけどその山が山がとか山ととかっていう、あるいは山なりとかっていう字と助字助動字とくっつくことで概念が形成されてくるっていう概念論を持ってこないと、要するにあのソシル的なものじゃやっぱりダメだと思うんですよね、うん、これもどうなんですか。はい、ね、まあ、ともあれあの、まあ、時枝さんははっきり言って自立語と機能語を、まあ、自立語と非自立語の関係をその意味と機能っていう分け方してないんですよね、うん、だから決定的な時枝さんの限界っていうのはそこにあるわけです。だからなんとかそこのあの意味語と機能語と分けることで、うん、まあ時枝さんの詩と字を、うん、クリアにすることで、じゃあそこから先今山本さん言われたようなそのそこそっから突破しなきゃいけないんですよ。それを本当に始まりとしてその突破する、それを、まあ概念語、まあ、事実語の方は時枝さん概念語っていうか概念過程を考えるわけですけども、その概念をその助詞や助動詞が支えていくそのギリギリのところをどうなってるのかなっていうので、まあ私はそのこれ本当苦し紛れだけどその接合詞くっつける接合詞を仮に考えたわけですよね。これはあの例えば湯川秀樹の中間詞みたいな、何かこの原子核の結びつけていく何かっていう、そういう接合詞っていうのが、まあこれは仮に考えるのか本当にあるのか、私なんかじっと何か考えてたな、本当にあるような気がしてきてるんですけども、でそれに類似した考え方はいろいろ持ってる人もいるみたいで、うん、だからただ下手するとそのソシルじゃないけど、うん、その原子核の応用みたいな、うん、あの言ってしまうというので、うん、危ういとこもあるんだけど、でもまあその原子核理論とか、あるいは遺伝、最近急速に進んできた遺伝子理論みたいな遺伝子情報の最終形態ですよね。やっぱりどっかで言語もそれに類推させたらいいのではないかっていう、やっぱりだんだん真面目に考えるようになってくると、はい、接合詞でそれパッサージュですよね、通路ですよね。そうするとこの通路ができれば助詞や助動詞の助動詞や助詞の中にある一つのこのこう情念やなんかっていうのがそのパッサージュとして入り込むし、逆にの自立語的な世界の守護性って言われたけど、その中の何者かこのパッサージを通して交換システム、あれ一方的贈与でもいいしですよね。だからこういきなりこう行くわけにいかないとしたら、どっちかどっちかへの一方通行である、その贈与論的なの移動がそのパッサージの中で行われるっていうような、そんなことは考え、なんかちょっと楽しげに考えることができると思うんですけど、そこが要するに言語化されてないのが術語性理論の、うん、要するに可能性の場所なんですよね。可能性の、ええ、はい、でそこのところみんな今までは死語、私の言い方だと守護性のあるいは客観化の論理でもって語ってしまってると、うん、で宇治さんがそこ そのテキストを見てると、どう見てもそこの接合詞だとかゼロ認証だとか、うん、苦し紛れだけどやっぱりそれは山本さんが
苦しんでなんかそれちょっと言語化したいという思いでしょうよ、はい、そこを論理化理論化するのが、うん、西洋的言語理論を超えていくですね。で同時にその普遍に近づきうる言語理論として、うんうん、西洋言語だとほんの片隅の言語ですから、それに近づく非常に日本語からの世界貢献の決定的なところだと思うんですよね。で それができると先ほどおっしゃってたまさにクルスムの この世界で相互交換が可能になるぐらいの領域が、僕別な言い方するとコンピューターのそのなんてプログラムを変えるぐらいのものが多分ここに出てくると思うんですよ、うん、ええ、うんコンピュータグラフィックっていうソフトな部分だけじゃなしにね、なんか全体のところでハードなところで言語体系の基本が変わっちゃうわけだから、それはそう思いますね、まあコンピューター言語ってある意味ではそのなんか非常に意味を一義化してね、まあ、パッと翻訳できるのできたりなんかしてて、便利や便宜がかもしれないけど、でもなんかまだ我々の言語はもっと野蛮なところでね、なんかすごく待ってるっていうか生きてるっていうかね、その野蛮性をこう取り戻したい気持ちありますよね、だから欧米の言語は確かにちょっと、まあ、ローカリティの限界があるから、普遍言語みたいなのができたらなっていう感じありますね、うん、でそれをこの藤田もこの詩で挙げてるあの駅員駅長駅員のあのアナウンスでこれ本当の出来事だったんですか？はい、まあその頃大船に住んでたから、なんか夜中のでもなんか本当に、ね、眠いもうこんな夢うつつだったから、こんな感じの放送だろうという実際にはねはっきり してたかどうか責任はやっぱそれはそうなんですね。いやあまりにも見事だから、ですから分からないのは、日本人は別に日本語は何であるかとか、まあ、それは他の人もそうですけど、言語それ自体を対象化もしてないのになんで言語を使えるんですか？しかもかなり正確に。正確にね、いや正確だと思いますよね、日本語の悪口言う人はなんかいろんな、どっかの基準があるって日本語の悪口言いますけど、でも今あるその正確さっていうのは、言語が持ってるこうその今の普遍性、本当に普遍性かどうかは別として普遍性を信じるところからやっていくしかないという面があるんじゃないですかね。本当に普遍性かどうか分かりませんけど、ただまあ、古典文学、まあ、古代文学とかね、もっと古くだと例えば昔話とか神話とか神話的世界また原型にあるとか、あるいは原神話があるとかいう、それをどんな日本語社会が支えてたんだろうみたいな、まあどんどん広がりますよね、そうすると、まあ、源氏物語とか万葉集とか一応そのカノンとなってる作品利用しますけど、実際にもっと必要な広がりってなると今ちょっと神話とか昔話って言い方したけど、そんな広がり、それからまあ今明け方になって詩の作品のこと言ってくれたんですけど、詩的言語の世界っていうのは特に僕わけのわからない広がり持ってて、古典から現代までそういう広がりは教示的にも広がるし、通じ的にはどんどん遡らせていいのではないか、欧米
例えばソシュールなんかがベースにしたああいうあのインドヨーロッパ語、インドヨーロッパ語の、あの共通点みたいな感じで、だからどこか数千年は視野に入ってくるわけですよね。だから日本語の場合、そのそういう比較言語みたいなのを考えると、なかなかそういう視野は広がらない。例えば朝鮮語と日本語だって基礎的な言語とは随分違うし、それだからインドヨーロッパ軍が大成功を遂げてる、ああいう比較言語学の、あの対象言語学の、あのほとんど今の言語学を作り出してる、まあ、ソシュール的な言語学の世界から見たら、それ日本語は比較する相手はいないし、ですよね。だけど今の昔話とか神話とか、あるいはその、まあ、断片的なそういう弥生時代とか古墳時代の、生活習俗、これは言語として残ってるんじゃないかとか、そういう広がりを遡っていけば、ヨーロッパ言語が持っていたような遡り方とは違うけども、日本語の中にもこう遡って、その数千年単位、あるいはもっと数万年単位でもいいけど、うん、広がりがある、あの遡り方、うん、言語の、あるいは日本語だけじゃなくて、うん、アジア諸国から立ち上げることのできる非ヨーロッパ非英語圏の言語の可能性みたいなのは、まあ、これからだけど、やはりかなりみんなでちょっとこう夢をね、うん、持ちながらやっていけば、うん、不可能ではないんじゃないですかね。あのその時に確か藤井さんの古事記論かなんかの時に、その古事記に引用されているあの歌謡の部分ですよね、はい、でその歌謡の部分は字というのか、その古事記の文章とは次元が違った、うん、はい、ところで、でそれは結構この本では引用されてますよね、はい、そこのところのこう そこにおけるこう断層っていうんですか、はい、これは どういうものなんですか。うん、それはあの本当に山本さんもやっておられる問題にかかってくると思いますね、でその今それこそあの放射性炭素年代測定っていうのがあって、うん、縄文時代とか弥生時代っていうのはずっと間延びして、全部遠くまで手が届くようになってきてますよね。そうすると例えば弥生時代、弥生時代は紀元前1000年ぐらいから紀元、まあ、大和異国の時代で紀元2、3世紀ぐらいで1000年以上見えてくるわけですね。今までこの数百年程度だったのが1000年以上の一時代、立派なもんですよね、1000年っていうと。そうするとやはりこの古事記に書いてある、まあ、古事記の中間あたりの、まあ、神武天皇記のあたりの記事なんかの信憑性と創作性と、それからその淡いを塗って断片的にこの問題は大事な問題だとかね、これは嘘800だっていう、こうふ分けしていくことが可能になってきてるんじゃないかっていう、そのふ分けの中でその古代歌謡久米歌なんかは、まあ神武天皇記のところに差し込まれてるわけですけども、で久米歌がもしなかったら、あの神武天皇の加茂山と岩出尾行の話なんか単なる伝承ですよね、あそれで終わるんだけど、久米歌という、リアルな古代歌謡がそこに差し込まれてると、その断片的であるにしても、その古事記のその神山と岩出尾行が大和中央に出かけてきて征服王朝を作り出したみたいなことにリアリティが出てくるわけですよ。だからそうするとそれはいつ頃かな、紀元前2世紀、紀元前3世紀、紀元前数世紀、分かんないけど、
やっぱり弥生の時代のもうちょっと終わろうとするぐらいのところで大戦争があったんじゃないかとかね、まあそれは五感情とか感情なんかにも日本が大荒れに慣れてたとか国がいっぱいあったみたいなことがちらっと書かれてるし、で状況証拠がないわけじゃないんですよね。そうするとそういう状況証拠を縫い合わせて、で弥生時代っていうのはやっぱり戦争の時代ですから、1000年間何やってたかというと、それはいつも戦争やってるわけじゃないでしょうけど、男の子が生まれて成年儀礼があって大人になっていくとプロセスで一応戦士として鍛えられるっていうか練習するっていうか弓矢とか人殺しの練習するわけですよね。いつもやってるわけじゃないけど一生の間に1回や2回は出番があって戦争に駆り出されてっていうかやったでしょうね。だからそれは小さな争いになるけど、その中には国が国を滅ぼしたするぐらいの大きな戦争もあったし、そして戦争っていうのは単に勝利すればいいわけだけなくて、安倍敵の首をどういうに切るかとか、体を真っ二つに割るとか、顔をはぐとか、ひどいことをやるわけですよね。それはやはりそうやって彼ら練習、なんか歴史を練習してきたっていうのかな、そんなことがずっと行われていた。でこれは単に「古事記」の中に書かれてますだけじゃなしに、実際に久米歌のような古代歌謡の中に辞書的にそれ書かれてるっていうのが、私として最近の意外とショックっていうのかね、本気で彼ら人殺しやったり、その代わりその記録をちゃんと古事記の中に残したりっていうか、もう私なんか最初の出発点は古代文学とかなんか。ロマンチックに考えたんだけど、キャツら本気で殺し合いしたり、 その代わり歴史を作るっていうことをやってるっていう、その問題は現代における戦争の問題とか死刑の問題とかね、死刑だってまさに生きた人間を殺すわけだから同じことですよね。それはやっぱりみんな弥生時代縄文時代にみんな一生懸命練習してたことを現代なお練習の成果としてやってるわけですから、だから戦争をやめられないとも言えるし、そういう戦争や死刑の原理をはっきり明らかにしたら、それをどうやめさせるかの問題も次に出てくるとかね。だからまた古代化に戻りますけど、古代化を一つとっても彼らが一生懸命打ち込んでていた問題を明らかにするっていうのは、やっぱりそれに対する批評や批判や、あるいは反対する行動を我々が作り出すっていうことにもつながるから、やっぱり大事なことかなと、文法と関係ないかもしれないけど、でも文法は文法で、確かに先ほど言ったように別の問題かもしれないけど、やっぱり必要な時にはそこまで戻って、例えば古代からなんかもまさに文法的な解析はこれからですからね、一応きちっとやる必要はあるかなっていう感じがいたしますね。なんか話が拡散しちゃったけど。いやもう、この山本さんの引用をここでさせていただいたんですけど、やっぱりその理論の問題とかに関係してくるかなと思った、イヴァン・イリーチのね、ジェンダーの問題もそうだし、シャドーワークの問題もそうだしね、こういう形で山本さんずっとなさってる問題もやっぱりこれ取り入れさせていただくというのは大変私要になったところでやらせていただいたんですけども、やっぱりそういう現代のジェンダー問題っていうのはその文法抜きでしょ、だけど欧米の方たちにとってそのさっきの性数一致の問題もあるけど、男性名詞女性名詞、男性形容詞女性形容詞、それからフランス語だとラとレと、ラとルとレとか、性の問題数の問題全く同じでしょ、だから一緒にしなきゃいけないでしょ、だから
イヴァン・イリーチャンがそういうことを、まあ、はっきり書いてるわけじゃないけど当然前提としてやってたと思うんですよ、うん、だけどあのジュディス・バトラーちゃんなんかが文法はもういいってことであなんか捨てちゃうじゃないですかあれがすごく悔しいっていうかね、うん、やっぱりちゃんとジェンダー問題は文法論としてやれよって感じが私はしてならないので、はいはいはい、一言書きましたけど山本さんの意見はいやそこまで考えるでバトラーよくやってるじゃんとか褒めるからとかじゃなくて英語人にはできないんですよできないよねあいつら、あいつらできないかジェンダーないもんね消したんですから、うん、消しちゃったんだよね、その問題もちょっとあの、言ってほしいと思いますね私いくら言ったってあの全然意味ないから山本さんあたりがねちょっと言ってほしいと思うんですねあれ。いやちょっとよりも ここで最後に突如して人間宇宙社会って出てくるじゃないですか、はい、でここのところが ここの人間が男女なんですよ、はいあはい、それで宇宙は物なんです、はい、で社会ではなくて場所なんです。なるほどね、はい、でそうするとそれがバナキュラ領域の次元のもの、はい、いいですね、はい、でそれが近代的な変遷になってくると人間宇宙社会っていう構造になってきた。だから、はい、ジェンダーの文法も消えちゃって、単に人間になったりするわけでしょ、だけど本来は要するに男性名詞だ女性形容詞だもうそれがもう元々言語の前提に男と女があるってことでしょ、でその時にあの またあれなんですけど厄介なんですけど、はい、自分の経験からして仕分けできないんですよ。だから喋るときに、つまり自分 なぜかというと日本人としてそこがやっぱり自覚にない。ないもん。うん、だから喋るときにもうめんどくさいからもうもうそこすっ飛ばして、でも彼らはそれ厳密にやってるわけじゃないですか。はい、でそうすると厳密にやってたときに。その異律的論法でいうとセックス化された次元で厳密にやってるのかジェンダーの次元で厳密にやってるのかですね、向こうの当事者も分かんなくなっちゃって、でさらにここで藤井さんが大事なこと言ってるのは男言葉と女言葉なんてそんな単純な話じゃないぞというふうにおっしゃってますでしょ。でそうすると男女という領域が言語の中でどこの位置に出てくるのかっていうのはですね、むしろ今日は こっちが聞きたいんですよ。だから源氏物語はやっぱり女性が書いたものだって言えるのか、でそれはどこで分かるのかって、うん、あのいや本当にあの今のその、源氏男ことも女ことも問題も含めてね、本当これからだと思うんですよこの問題は。特にそのジェンダー理論が文法を抜き去ったために社会学の方とかね哲学の方はその喜んだのか喜んでないか分かんないけど、でも私なんかから見たら大事な問題が結局20年ストップしちゃったような感じするんですよね。20、30年何かあの考えてほしいこと、だからやっぱり文法の問題から立ち上げて男言葉女言葉の問題もやはり本当のテクストの原点に戻ってね、もうちょっとずつ考えてる方たちの仕事を、例えばあの和歌短歌和歌で言うと、あの単語のレベルならともかくもうちょっとあの幅広く2つ3つの言葉がくっついたり、あの和歌だから五七五七時だけど五とか七超えた範囲でこの言語を取り出したりすることもできる、そういうシステムを、まあ、近藤美由紀さんっていう方がなさってる最近の仕事が面白いんですけども、で男言葉女言葉と言われてるのも、もう少しの実質的にねこういう言葉は男が好きだとか、例えば心とか恋とか世の中とかいう何でもない言葉だけど精査があるんだっていうようなこととかね、こういう地道な研究がやはり積み上げられる必要があってこれからではないでしょうか、あのというのはですね、この間つい
非常にメールの相手の名前が女性らしい名前なんですね。だけど文体はどう見ても男なんですよ。でそれなんでわかるんだろうこっちはっていうですね、何か微妙な表現形態がやっぱり女性と男性で違うんですよね。でもそれほとんど原評されない。なんかあるんでしょうね。だから、文法的なジェンダーがね、生まれてる根源に、言語を見ながらなんか感じる、我々の中の原始性、こう、原始人、我々のに訴えてくる何か、やっぱり、日本語にもあるんじゃないですか。で全然違うんですけどね、今ずっと任侠映画やって分析してるんですよ、高倉健の。これで牧野正弘がその藤順子に教えたことが、体を巡る時に左足で右足で立って左足でのの字を描いて後ろへ行けと。でこの時は僕面白いと思ったんですけど、この「の」と この下に言ってる「の」か「の」書く、あれ？と思ったんで、つまり「の」という字を体で書くということが、その何て言いますか、女らしさの表現になってくる。でそのなぜかっていうと、全然バカバカしいかもしれないんですけど、のと「の」の」という字を書ける体はまさに、これちょっと僕の理解になっちゃうんですけど、視覚と所有覚の違いを超える術を行為を表現できると。でそれは女性の動きになる、男の動きにならない。で男の動きは牧野は腰を入れて行けと、ね、そうするとこれを「ヒボタンバクト」で藤順子はこのやり方を取るんですよ。で、のの字を書くときは芸者なんですよ。だけど、ヒボタンバクトでは高倉健たちと同じ腰を入れて刀を切るってやり方なだけど、お竜なんです、女なんです。で、その時にものすごく生めかしくなる。生めかし生めかしくなる。ものすごくエレチックく。なる。で、高倉健だと、ものすごく男らしくなる。ほんで必ず出てくるの面白いんですけどね、高倉健のセリフの中に「その俺たちは玉金じゃねえ、玉金なんだから、その玉金じゃねえやつに対してそんなことはできねえんだ」ってこういう言い方になってるんですよ。で、僕はジェンダー表彰が残ったのは任侠映画で。それで仁義なき戦いでセックス化された映像表現に切り替えちゃった。もう単なるセックスです。だけど任侠映画はものすごくジェンダー表彰の最後の世界を作った。でそこから時代劇を見直してみると、時代劇が全然女性の存在を意味化してないんですよ。出てくるんだけど。びっくりするくらいなんですよ。飾りのようにしか出てこない。で、任侠映画の中で初めて女性の情愛が出てくる。